レンゲ温泉は、新潟県糸井川市にある温泉である。中部山岳国立公園区域内の標高1475メートルの高所に位置する。自家発電の温泉宿のため、21時には消灯される。日帰り入浴も可能。リウマチ、皮膚病、胃腸病、岩病などに効能がある。日本人を守る、開花名の 電源温泉ロッジだけが営業している一軒宿の人を。温泉街は存在しない。電源温泉路地本館の西側にはキャンプ場が併設されている。例年3月下旬から10月20日の季節営業であり、期間外は閉鎖される。白馬岳や朝日岳などの登山拠点でもあり、春の残雪期には山スキーヤーにも利用されている。本館と別館があり、本館は、 食堂、売店と合部屋、内湯があり、別館は個室向けの部屋がある。電源温泉ロッジは本来山小屋であるため、個室であっても部屋にテレビがない。食事は、食堂で他のグループと詰め合わせて一斉に食べ、食事時間も夕食は17時30分頃、朝食は6時頃とかなり早い、浴衣などがない。 チェックアウト時間が8時30分と、一般旅館よりも早いなどの点を理解して宿泊する必要がある。また、自家発電なので21時頃以降は、客室は消灯となり、懐中電灯の持参が必要となる。廊下、トイレ、浴室も最低限の常夜灯のみになる。再混雑期はアイベアでしか宿泊できない場合がある。逆にチェックイン時間は13時とされているものの、 実際には、部屋の掃除が終われば午前中でも部屋を使用できる。レンゲ温泉には内湯である、そう湯と4箇所の露天風呂があるが、3種類の泉質が混在する。露天風呂はロッチから山道を5分から15分ほど歩いた場所に散在している。秋の千旗の湯秋の薬師の湯かつては、新黄金の湯と虫湯というのもあり、レンゲ七湯と総称した。夜、 露天風呂に入るには、懐中電灯が必要となる。露天風呂に夜入り、懐中電灯を消すと天候が良ければ、満天の星が望める。電源温泉バス停なお、バスの運行期間外は、自家用車、タクシー、徒歩等でしか行けなくなる。毎年6月頃までは残雪により、道路も閉鎖されており、徒歩でしか行けない。ありがとうございます。